本日、ただいま佐賀県と株式会社 TWAY 航空は今年2013年の12月中に有明佐賀空港、インチョン国際空港との定期航空路線を開設することで合意をいたしました。便数についてはまず週3便を基本といたします。佐賀県と TWAY 航空はこの路線の利用促進、これに積極的に取り組むことによって安定的な定着、これを図ることで意見の一致を見たものでございます。今回のこの合意をしっかりとした就航に結びつけていくことが次の課題だと考えています。TWAY 航空に有明佐賀空港に就航してよかった、こう思っていただけるように、就航の前、そして就航後もしっかりとした取り組みをしていき、できるだけ多くの方々にこの路線を使っていただくことを目指します。九州全地域로뻗어나갈수있는교통의중심지이기도한사가현은여러유명한관광명소와온천아름다운자연환경을보존하고있는정말훌륭한현이라고생각합니다佐賀県は九州の全地域に行くことができる交通の要衝であり、そしてまた県内にさまざまな観光地、また温泉、そして美しい景観を備えた地域であると思っております。저희 TWAY 항공이아직은일본에서많이알려지지않은항공사라고생각하지만한국내에서는가장서비스가좋은항공사로크게알려져있으며향후일본에서도안전운항과질높은서비스로지명도를높여갈것으로확신하고있습니다我々の TWAY 航空は日本の方ではあまり知られていないというふうに認識いたしております。しかし韓国の方では国内においては最もサービスがいい、そして航空会社として知られております。今後日本において安全面、そしてサービス面を充実させまして、日本でも多くの認知を得ていこうと考えております。저희 TWAY 항공은무사히사과현에취항할수있도록최선을다해노력할것이며앞으로사과현과서울을잇는교류의단자되도록노력하겠습니다TWAY 航空は今回の無事に佐賀空港に就航できたことを嬉しく思い、また今後は努力を惜しまず努力していくことを考えております。そして就航すれば佐賀県ソウルの交流の架け橋として、そして役割も務めていこうと考えております。아무쪼록여러분들의아낌없는지원과관심을부탁드리겠습니다皆様方の末永い執行支援、そしてまた皆様方の関心をまたお願い申し上げます。